DPX Pops。 最近僕のこの元ブログの、映像がですね、ちょっとこう画角狭いなって感じてる人いらっしゃると思うんですけど、概要欄をね、パソコンで見てる人は概要欄も当然見てると思うんだけど、スマホで見てる人がほとんどだと思うんで、その概要欄まではおそらく見てないと思うんですね。で、特にクレジットも打ってないんで、なんでだろうって思ってる人もいるかもしれないんですけど、要はね、使ってるカメラが違うんですよ。今撮ってるのはですね、これ頂き物の GA300、 案件動画でちょっとねご紹介したやつなんですけど、中身は SF430 と同じ、中華アクションカムあるあるだと思うんですが、 OEM というかですね、製造元が一社あって、で供給先がそれぞれに違うっていうことだと思うんですよね。で各社自分とこの名前と、あとちょっとだけオリジナリティを出して、外装とかボタンの形とか、そういうちょっとしたオリジナリティを出して売るという形ですね。で僕が使っているのはウルファングさんの GA300 っていうものなんですけど、これがサフォーラさんでいうとこの SF430 っていうものに相当するわけです。確証はないんですけど、スペックとかね、あと出回ってる映像とか見る限り、間違いないでしょうね。だからこれは SF430 を使ってる人と同じ映像ってことですよ。要は GoPro を使うのをやめたってことですね。今まで GoPro で撮ってたんですけど、ちょっと思うところあって、 GoPro を使用を中止して、で今中華アクションカムで撮ってるということです。人柱的な意味ももちろんあるんですけど、僕の中の気持ちとしてね、中華アクションカムで撮れるんだったら中華アクションカムでいいんじゃないって思ってるんですね。別に、おー桜綺麗だな、別に僕がね、GoPro 嫌いってわけでもないんですけど、いや最近の GoPro あんまり好きじゃないんですよ。どうもね、金儲けに走りすぎてなっていう感がありすぎるので、そういった意味ではあんまり好きではないんだけど、GoPro のいい点と悪い点があって、いい点としてはどんどんアップデートしていくってことなんですけど、悪い点はそこもあるんですよね。アップデートしすぎとちょっと度が過ぎるだろうっていうね。でそのアップデートと引き換えに耐久性とか使い勝手っていうものに関しては、ちょっと使用してるユーザー置いてきぼりな感じあるんですよね。あくまでも自分たちはそのアクションカム業界のトップなんだっていうことを誇示したいがためにやってんじゃねえのっていうアップデートがね、あまりにも多いんですよ。そんなのもあって、今後ね、GoPro を新たに買うかというと、おそらく買わないでしょうね。もし、アクションカムってね、ちゃんとしたアクションカムと中華アクションカムの2つの流れがあると思うんですが、ちゃんとしたアクションカムをもし買うのであれば、おそらくね、オズモアクション買うんだろうなと思います。オズモアクションの3と4はね、すごく出来がいいので、暗さに強いっていうことを念頭に置くんなら、センサーサイズが大きくなったアクション4だし、メインはあくまでも昼間の映像なんだっていう人はアクション3で十分だし、アクション3なら片遅れってことで今だったら安く買えますしね。だから、ちょっといい映像を撮りたかったら、オズモアクションでいいと思うんですよ。で、ちょっと元ブログを試しでやりたいとか、そういう人には中華アクションカムで上等だなって思ってるわけです。で、その中華アクションカムで上等って思ってるのをね、ただ口で言ってる人いるじゃないですか。案件で中華アクションカムを、渡されて、で、いいとこ撮らなきゃなっていうことで、とりあえず撮ってみて、で、中華アクションカムで十分だよね、みたいな話をするんだけど、いや、だってお前、普段 GoPro 使ってんじゃん、という話になるでしょ。
それだと説得力がないんで、もう普段から僕は中華アクションカムで撮ってしまおうと思って中華アクションカムで撮っております。でどうですかね、もうここねずっと中華アクションカムで撮ってるんですよ。だから、今月に入ってほぼ中華アクションカムなんじゃないですか、今月に入ってお見せしている映像に関しては。中華アクションカムの件でね、まあ要望というか不満というかそういったものをまとめた動画を以前撮ったことがあって、その時僕が言ってた不満はですね、中華アクションカムはまず画角が狭い、であと外部マイクをオンにしても内蔵のマイクが切れない、だから風切り音対策がどうしてもねできないと。まあ、やるのであれば完全に内蔵マイクを殺してで物理的に殺してで外部マイクオンリーにするっていう方法しかないんだっていうことをまあちょっとネックにしてたんですが、まあそこのところがね、最近の中華アクションカムはちょっと解消されてるんですよ。いや画角ねまず狭いんですけど、今ねこれ EIS ブレ補正をオンにしている状態で撮ってるんですが、まあそれでも昔のね中華アクションカムのブレ補正オフぐらいの画角があると思うんですよ。つまり画角がね昔のものに比べると広くなってるんですね、かなり、かなり広くなってます。以前だったらもう本当にミラーとかねこのコクピット周り一切映らなかったですから、だからそこら辺が解消されたなって、欲を言えばもっと広いといいです、欲を言えばね。だってアクションカムなんだからその望遠側に振ったって意味ないじゃないですか。だから広角レンズ積むのそんな難しいことなのかなって思いますけどね。魚眼レンズでいいんですよ、歪みが出たっていいんですよ。だから全然ね歪んじゃっていいので、それこそもう中華アクションカムなんだからそんなね歪み補正とか気にする必要なくて、まあ電子的に歪み補正を積めばいいじゃないですか。だからまあどうせ積んでる、これも歪み補正って確か積んでるんですけど、今使ってるカメラね GA300 も歪み補正って積んでるんですけど、まあ僕は使わないですね、歪んだからなんだって話ですよ。そんな正確性とかね気にするような映像撮らないから、それよりは少しでも画角広くっていう、で画角を広くするとブレが目立ちにくいっていう、利点もありますので、だから画角どんどん広く振っていっちゃっていいんじゃないかなと思います。ただまあ現状使えないほどではないので、まあこれは合格点かなっていう感じです。であと外部マイクですね、この外部マイクもうとりあえず今使ってる GA300 は外部マイクを使って内蔵マイクをオフにするっていう、記念写真撮ってる、入学シーズンだね。まあとにかくねその GA300 は外部マイクオンリーにできるんですよ。でこれはねサフォーラの SF530 を使った時に思ったんですけど、そこら辺はかなり進化してるなと思います。で音質ですね、まあちょっとねそのリミッターアプテネーターというかですね、大きいこう入力に対してブツっていうのがねどうしても出ちゃうっていう、そこら辺の処理はなんだかんだまだ GoPro とか Osmo Action には追いついてないなっていう感じなんですけど、ただ使えないほどかっていうとそうでもなくて、まあ使い手がねそのマイクにいろいろかぶせてみたりとか、それは風切り音対策っていうのもあるんですけど、まあそういう使い手が工夫することによって、まあまだなんとかなるかなっていうレベルです。だからここら辺はまあいいかなと思ってます。合格点かなと思ってます。ただ許せないのがですね、この外部マイクを使うにあたってその入力端子が USB なんですよ。でそれもGA300 はねマイクロの B なんですよね、ちょっと古いタイプの細いやつですね。強度的にちょっと不安だなーって思うわけですよ。ただ SF430 の方は最近アップデートされて、ここが USB の C になりましたね。 C だったらまあ丈夫だし、その対応したマイクも
割と出てるので、ただそれが使えるかどうかは分かんないですけどね、まあ出てるのでまあいいかなとは思うんですが、あ、そうそう、それでそうマイク端子ね、なんで 3.5 ミリジャックじゃダメなのっていうことをね、そのメーカーさんに言いたいんだけど、中華アクションカムって昔はあのマイク端子だったんだけど、ただ 2.5 ミリジャックだったんですよね。なんで 2.5 なのっていう、あの細っこいやつね。いや、面積的な問題かっていうことを考えたんだけど、いやいや、全然スペース的に余ってるわけですよ。実際中開けても見たけど、余ってるし、エイブマンの A80 を改造してね、外部マイクつけれるようにした人たちは、だいたい 3.5 ミリジャックでつけてたんだけど、まあそれが乗っかるぐらいなんで、スペース的には十分余裕があるわけですよ。内部的にもね、外装的にも余裕があるわけですよ。じゃあ、ね、3.5 ミリジャックにしてよって思うじゃないですか。それで、まあ 2.5 ミリ、だったのが、最近はね、何の流行りか知らないけど USB なんですよね。 USB にしちゃうとですね、まあ、僕はバッテリーで撮るので全然気にならないんだけど、あの USB で給電しながら撮りたいっていう人もいるわけですよ。そうするとそこがマイクジャックで埋まってしまうと厳しいなっていう話ですね、サフォーラの SF530 は、まあ、外部マイクがね、まあ、外部マイク差し込みのもあるんだけど、基本的には無線で飛ばすタイプだったので、まあそこら辺はね、あの電源供給しながら、あの外部音声で撮るっていうことができるんだけど、まあ、こういう差し込みオンリーの、ね、外部マイクだと、そこを USB にされちゃうと電源供給できないじゃんっていう話になるわけですよね。まあそれはちょっと、辛いのかなっていう気がします。いや、何より汎用性のある 3.5 ミリジャックだとマイクの種類がねいっぱい出てるので、もうおなじみのバッファローマイクも使えますから、だからそういった意味では慣れた 3.5 ミリジャックがありがたいなっていうことは思いますね。防水性の問題とかね、まあいろいろあるのかもしれないけど、まあここは 3.5 ミリジャックをぜひつけていただきたいと。あの中華アクションカムってそういうなんとかな応用していろいろやりたい人のためのカメラだと思うんですよ。だからそこはぜひねメーカーさん頑張ってもらって、3.5 ミリジャックにしていただけたらなと思います。総じて今ね、あの撮ってる映像もそこそこ使える映像になってると思うんですが、元ブログとして始めようと思った時に今まではもう GoPro 一択だったわけですよね。で、予備のバッテリーとか、まあ、外部マイクとかね、外部マイクもなんかアダプターが必要じゃないですか。そういうもろもろ意識揃えると、まあ、10万単位のお金が飛んでいくっていう状況だったわけなんだけど、この中華アクションカムで元ブログを始めれば、まあ、下手したら1万以下で収まるんですよね、全部、ジグとかね、マイクとかも全てついた状態で、 SF430 だとまあ今だったら1万円、クーポン使えばね、1万円切ってるので、この GA300 はね、若干高いんですよ。その SF430 と同等品なんだけど、SF430 の方が今は安いかな。ただそれはあの、セールの、期間というか、うまく重なってるせいだと思うんですよね。だから、それによりけりなので、まあどっちがいいとかは言わないんだけど、ただ SF430 は、さっきも言った通り、この USB の端子がね、USB Type-C にアップデートされたので、そういった意味では今 SF430 の方を買うのがいいのかなとは思います。元ブログをやるのならね。まあその値段とかマイクの話は置いといて、もう一つね、もうどうしても許せないことがあるんですよ。それは何かというと、タリーランプ、撮影中ですよっていうのを知らせるランプがあるんですが、それがね、フロント側についてないんですよね。後ろ側についてるんですよ。あの液晶側にタリーランプをつける意味ってありますかって話ですよ。だって液晶画面があるわけじゃん。だからもう撮ってるのはそこでわかるわけですよね。あれなんでついてるかって言ったら、撮影してる対象が今カメラ回ってんだっていうのがわかるためにあるわけですよ。だからあれはね、基本的にはフロント側にあるのが正解なんですよ。
でしかもこのね中華アクションカムあるあるなんだけど、なんか知らないけど LED にね妙な工夫をするんですよね。でこのカメラで言うとタリーランプがブルーなんですよ。あのブルーってね外で見ると分かりにくいんですよね。で業界の標準としてタリーランプは赤っていうのがね決まってるというか、まあ当たり前なんですよ。まあそれは遠くからでも目立つっていうこともそうだし、まあ業界標準になってるわけなんで、赤く点滅してたら今撮影中なんだっていうのが誰が見ても、演者さんが見てもこう一目瞭然で分かるようにしてあるわけですよ。だからそこを変えちゃダメだろうって思うわけですよね。で元ブロガー的にはですね、なんでフロント側に赤いタリーランプが欲しいかっていうと、今カメラちゃんと動いてるだろうかっていうのを確認したときに、いやもう根本的に壊れてたら知らんよそれはもう、ね、別問題として、僕はちょいちょいこうミラーで確認するんですけど、でこのバイクに至ってこの真ん中にねちっちゃいミラーつけてるんですが、これで、まあ、GoPro の時は今回ってるなっていうのを確認してたんですよ。タリーランプ点滅してんなっていうのが。でそれができないんですよね。じゃあどうするかというと、まあ、時々心配になった時に、これネックマウントなんでね、首からちょっと外して、まあ、回ってるなっていうのを確認してるわけなんですよ。あと撮影開始の時にね、GoPro Hero 4以降はですね、トリガーボタン、シャッターボタンを押すと電源が入って撮影が始まるっていうモードがついてて、バッテリーが節約できるんで、まあ、それをちょいちょい押しながら撮影をしたり切ったりしてたわけなんですが、これの場合はですね、それをやると果たして今回ってるのかどうかっていう確証が持てないんですね。だってタリーランプ見えないんだもんだからもう撮影を開始するぞっていう時は首からネックマウントからカメラ外して、でシャッターボタン押して、で回り始めたなっていうのを確認してから首に戻して、で撮影を開始すると、走り始めるということになるわけですよ。まあ、止めるときは、まあ、別に切れてても切れてなくても、まあ、とりあえずボタン押しちゃえって感じなんですけど。まあ、これはいい点と悪い点がありますね。前はね、だからすごくファイルが細切れになったんですよ。ただ無駄なく撮れてたので、まあなんとかな、それはそれで編集が楽っていうのがあったんですね。で今はもうずっと長回しで撮ってるので、まあ切るタイミングみたいなのを編集で見極めながら撮る必要が出てくるわけですよね。まあ、そういった意味では、ちょっと使いにくいかなっていう、まあ慣れの問題だと思いますけどね。だからこれもフロントにタリーランプがあれば、まあ、電源は入りっぱなしでもしょうがないけど、せめてねトリガーかけながら撮るっていうことだけはコントロールしやすくなるわけですよ。まああれですよね、バッテリーが切れてで撮ってるつもりでベラベラ喋ってたのが半分無駄になったとかっていうこともありますので、まあ、そういった意味でもちょっとねフロント側から確認できるタリーランプつけてほしいなと思います。いや多分ねこれフロント液晶タイプの、フロントに液晶がついてるタイプあるじゃないですか、 SF530 もそうなんだけど、あれを使えば解決する問題だとは思うんですが、SF530 をじゃあ使えばいいじゃんって話なんですけど、勘違いしてる人がいると思うんですが、 SF530 とこの SF430 の性能って違うんですよ。でカメラ部分の性能に関しては、あ、まあ、僕が使ってるのは GA300 なんですけど、何度も言いますけど OEM なので SF430 としてお話しさせてもらいますけど、カメラ部分の性能こと元ブログに関して言うと SF530 よりも SF430 の方が向いております。画質がね明らかにいいですね。ちょっとねこれなかなか理解してもらえないと思うんですが、そうなんですよなんでだろうな、なんか知らないけどカメラ部分の性能がね SF430 の方がいいんですよね。名前とかね、そのフロントに液晶がついてるとか機能から言うと絶対 SF530 の方が上位機種じゃないですか。でもそうじゃないんですよね。これは不思議なんですよ。
でね、逆光に対する特性も SF430 の方が SF530 より上ですね。まあ、これもちょっとひさしみたいなものをつけて逆光対策はしてるんだけど、あの SF530 はフードつけないと完璧に使い物にならなかったですもんね。ちょっと太陽が上に、あ、そう、太陽がね、真逆に来るよりはちょっと上に来るぐらいの位置の方がフレアが出やすかったです。だからその、まあ、レンズなのかセンサーなのかよくわからないけど、逆光特性がとりあえず良くなかった。あと、まあ、画質に関しても何でしょうね、処理エンジンの違いなのか知らないけど、SF430 の方が画質はモトブログ向きの画質をしておりますね。コントラストとか色のノリとかね、ノイズの出方とか、で、まあ、バッテリーの持ちもこっちの方がいいんですよね。まあ、あの無線のマイクが使えるというね、一点突破で SF530 っていうのは僕は推しなんですけど、ただまあモトブログをやるということだけを考えると、まあ、SF430 を買う方が今はいいのかなという気がします。そういうわけでね、今あえて中華アクションカムで撮っておりますというお話と、今後中古アクションカムが改善するならこういうところを直してほしいなという希望を話してみました。ただ現状ね、まあ、今使ってるカメラでも全然モトブログらしきことができてると思うので、それほど気にすることなくね、このカメラをチョイスしちゃっていいんじゃないかなと。で、中華アクションカムはね、とりあえず直しながら使うんじゃなくて、使い捨て感覚で安く買ってガンガン使っていきましょうと、まあ、その人柱になれれば、その参考になれば幸いです。ではまた。